んにちは。金城まりなの金まりチャンネル。イエーイ。さあ、この時間はスタジオ担当の女性アナウンサーが独断と偏見でおすすめのものを紹介していくコーナーです。イエーイ。スイミング。さあ、今日のテーマはこちらです。SNS で20万いいね、映えるヨーグルトを作ってみた。20万のいいね、すごいですよ。これはすごいですね。映える、まあ、イコール写真映えするヨーグルトということなんですが、ヨーグルト見せちゃいます。ヨーグルトが映える、じゃーん、こちら、その名もオーロラヨーグルト。これ綺麗なの分かります？可愛らしいですけど、普通にフルーツが入ってるだけなんじゃないですか。これフルーツじゃないんですよ。フルーツじゃね、こんなねマーブルの感じは出せません。え、どういうこと、はい、漬物なんでしょう、なんでしょう。そう、オーロラみたいに見えることからオーロラヨーグルトなんですけど。確かにカラフルですね。そう、一色だけじゃないですもんね。そうそうそう、これね、偶然できた産物でございまして、はあ、これは図書館で資料をしている美咲さんという方がヨーグルトにあるものを思いつきで入れたところ、このようなマーブルな素敵なヨーグルトになったということなんですね。この写真はブルーな感じですね。そう、これはね、ブルーのあるものを使ってる。気になってきました？もちろん食べられるもんですよね食べられます、美味しく食べられますよ。こんだけブルーで食べられるものってなんだっけな、はい、じゃあもういっちゃいますよ。ガリガリ君、まず使うのは、ブー、違います。使うのはまずヨーグルト無糖タイプのもの、そしてこちらでした。じゃん、砂糖菓子のコンペイトーでございます。ああそう、ああそう、コンペイトー、水に溶けると、ああやってマーブルのコンペイトーっぽくないですよ。そうだから、ね、溶けていい感じになるんです。溶けるんだ。そう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 、せっかくですからグッチーさん作ってみましょう。とっても簡単です。時間を、 あ、そっか、これか、そうそう、時間が経つと溶けるってことね。そういうことなんです。こうやって瓶、ね、瓶は100円均一とか売ってるので、それを使っていただいて、はい、まずは下にコンペイトーを敷きます。あ、下に、はい、で真ん中にもね、こうやってコンペイトー入れるので残しておいていただいて、ただね、たっぷりめの方が綺麗な色になる。たっぷりめの、これぐらい、あ、そんな感じでいいですね、いいですね。じゃあ、はい、こんだけ入れてみました、はい、そこに水切りしたヨーグルトを入れて、このように層にしていきます。はい、ここで一つ、はい、あの瓶は必ず煮沸消毒をするようにしてください。ヨーグルトですからね。そうですね、沸騰させたお湯で5分くらい、大丈夫です。沸騰したお湯で5分程度つけておくのが目安です。ヨーグルトはね他の菌とは絶対混ぜない方がいい、ね、そうなんですか。はい、そうです。過去の経験値からうん、そんなもんですね。で垂らしていただいて、こんな感じでしょうかね、はい、でまた、はい、この間に入るコンペイトーをたっぷりめで大丈夫ですよ。じゃあちょっと照れ具合がするように手前に、うん、多めに、はいはい、あ、いいですよ、そう、あ、いいですか、いいですか、いいですか、いや、いい感じだと、こんな感じでちょっと、はいはい、テレビに映るとこだけ多めに入れてみましたさすがもうベテランはテレビの考えての作業素晴らしい全体に行き渡っちゃうと見えなくなります。そうなんですよね、見えるところにコンペイトーを多く入れといた方がいい。そんな感じです。こんな感じで結局見えなくなってるけどうわー下手くそバランスがちょっと悪いかな。あ、でもこれが溶けてくるんですね。そう、ここで冷蔵庫に 2,3 時間入れておいたものが用意されています。グッチーさん右手にあります。さすがテレビですね、はい、用意されてますよ。これだいぶ溶けてきてますね。そうなんです。うわー、これ並べて入れるの大変そうまあそこら辺はまあご自由に。コンペイトーの層がもっと厚いとあれですね、はい、もっとオーロラっぽく見えますね、多分ね。これ味も美味しいのでグッチーさんぜひ召し上がってみてください。せっかくですから、はい、いただきます。わあ、上から見た方がね、あ、これ見せられないのがなんともちょっと可愛らしいです。そうそう、上に溶けてる感じが、はい、はいはい、面白い。はい、どうぞどうぞ。わあ。あ、グッチさん意外と時間ないですね。あ、そうですかすいませんあ、まだちょっとシャキシャキ感が残ってる。そう、うん、そのね、コンペイトのシャリシャリ感も美味しいんですよね。そう、甘くなりますよ。うん、美味しい。
でこれねパンに塗ったりしてもこのマーブルが素敵になって こんな感じ星雲みたいになる幻想的でしょ。面白い、はい、うん、っていう楽しみ方もできるんですね。いいね、20万いいねですよ。10万分改めてなんですが必ず瓶は煮沸消毒してください、はい、そして保存が効くものではないので作った日に食べきるようにしてください。美味しい。そう、味も美味しくて見た目も可愛いオーロラヨーグルト、今日はきんまりチャンネルでご紹介しました。